2010年韓国グランプリは2010年会一、世界選手権第17戦として2010年10月24日に韓国インターナショナルサーキットで開催された。韓国で初めて会一が開催されたこの年、レースを開催する直前まで施設の完成がずれ込み FIA のチャーリーホワイティングからサーキットの承認を得たのが10月12日であった。ただし、 この時点でもサーキットの周辺施設は完成していなかった。フリー走行が始まる前日の10月21日にタイトル争いを繰り広げる5人のドライバーとバーニー・エクレストンによるフォトセッションが行われた。これは1986年オーストラリアグランプリにおいて当時タイトル争いを繰り広げていた4人とエクレストンが並んで写真撮影を行ったことを模したものである。 開催10日前に完了した非常に真新しい舗装であったために、その舗装に含まれる油分が抜けきれないことが警戒された。また、各チームともに新コースであったために、当該サーキットでのデータがなく、金曜日のフリー走行1回目開始直後では、慎重な走行をせざるを得なかった。開始後、約45分が経過した時点で路面にタイヤのラバーが乗るようになり、 各ドライバーが大幅なタイムアップを行えるようになる。なお、このセッションでは、バージンレーシングのレースドライバーである、ルーカス・ディクラッシュに代わり、テストドライバーのゼローム・ダンブロジオが走行を担当した。フリー走行2回目でも、同様に、さらに各ドライバーがタイムを大幅に刻み、ほぼ、レースラップと同様なペースで走行することが可能となっていた。 金曜日フリー走行終了後、各ドライバーから苦情が出ていたピットレーン入り口の白線の撤廃と16コーナーの遠赤の修正が行われた。土曜日の予選までに路面状況はかなりの向上を見せており、ドライコンディションを想定するレースであるならば、ほぼ満足のいく状況にまで改善をしていた。91では、ハミルトン、ベッテル、アロンソ、ウェーバー、マッサが好調な走りを見せ、 チャンピオン争いのかかったバトンは、フリー走行で、軽いエンジンブローに見舞われたせいでその応急処置に、時間を割かれ、的確なセッティングが見極められなかったことが重なり、かろうじて急に進出を決めた。91では、リュウツイ、トゥルーリ、グロック、コバライネン、ディグラッシ山本、セナが脱落した。9に開始早々に、フェラーリ勢、レッドブル勢がすでに1分37秒台。 1>, 1分36秒台の記録をマークしており、まだまだ路面がさらに良好になる経過が見られていた。ただし、ザウバーゼだけが残り5分まで1分41秒台と苦戦。残り3分で小林、ハイドフェルドが1分37秒台にまでタイムを上げたものの、10位には届かなかった。その結果、九位ではヒュルケンベルグ、小林、ハイドフェルド、スーティル、ペトロフ、 アルブエルスあり、ブエミが脱落した。Q3 でも次第に路面状況が刻々と良好になり、ついにはアロンソから1分35秒台のタイムを計測。Q3 終了間際にアロンソはさらに自身のトップタイムを更新し、1分35秒766を記録して暫定 PP を獲得したが、その後ベッテルが1分35秒585で、 アロンソのタイムを塗り替えて PP を獲得。最後にウェバーも1分35秒659で入り2位となった。スターティンググリッドの様子当初は現地時間15時にスタートを予定していた。前述の予選でもわかるように路面状況は改善されていたが予選終了後の夜半からレース開始前の午前中に大雨が降ったことによりコース全体に水が張ってしまう。これは サーキット建設工事が遅れたことによる新舗装路面の油分が抜けず、カメラ越しに見ても路面が撥水状態となっているのが明白であり、さらに排水工事が不完全であったために路面の水はけが良くなかった。レース開始までに雨は昇降状態であったが、当該事象による危険性を考慮した結果、予定時刻の10分遅れでフォーメーションラップを省略した。 セーフティカー線道によるスタートを行った。水煙を巻き上げるエイドリアンスーティルのマシンしかし、戦術の通り路面上の水分が抜け切れず、マシンが巻き上げる水煙によって、ウォータースクリーンが発生し、ドライバーは極度な視界不良となる。また、油分と水分によって、路面の摩擦係数は極端に低く、非常に滑りやすい状況となっていた。二周目に、 タイヤ交換を行ったセナが3周目にコースアウトを喫し、3周を終えた時点で赤旗が出され、レースが中断した。天候回復を待つこととなった。最も懸念されたことはこのままスタートが行われない状況だった場合のチャンピオンシップ争いと日没の関係である。赤旗のまま中断となれば、セーフティカー先導によって、すでに2周以上走行しているため、 レースとして成立することとなり、予選順序通りに配点されることになる。したがって、予選で一からに体制を築いたレッドブル勢に有利なポイントが加算されてしまうため、チャンピオンシップの動向として問題とする向きもあった。また、仮にこのコース状況でレースを行えば、全周回を日没時刻である17時50分までに走破できるかという問題もあった。 1> 約1時間の中断がなされたが、再び、セーフティカー先導の上でレースを再開する。雨も小降りになり、路面の排水が、比較的なされたこともあって赤旗中断前と、比較すると、視界も、幾分かは、良好となり17周目セーフティカーが、ピットに入り、18周目より、レースが再開された。直後の20周目、チャンピオンシップリーダーのウェーバーが、 ターン13でアウト側にコースアウト。そのままバランスを崩しスピン、反対側のウォールにヒットしてしまう。左リアタイヤが破損したため前輪が浮き上がり、コントロールが効かなくなったマシンは、惰性でコースを横断、後続のロズベルグの進行場に、ウェバーが来てしまう。ロズベルグは、ランオフエリアに回避を試みるも2台は衝突、リタイヤとなった。このクラッシュで、 再度セーフティーカーが出動する。このタイミングを縫って、ハイドフェルド、小林、ブエミ、セナが一斉にピットインを行う。セーフティーカーは23周目までコースを周回し、24周目にレースが再開する。しかし直後に後方でセナとトゥルーリが接触し、トゥルーリのフロントウィングが破損。これが起因してトゥルーリはそれ以外にもマシンバランスを、 失う損傷を負ったとみられ、彼は28周目に、マシンから降りてリタイアした。また、ディグラッシは27周目に、単独スピンを喫し、タイヤバリアに激突しリタイアしている。31周目、ターン3で、小林の目の前でブエミがグロックに接触し、両者リタイア。小林は過労時的機回避を行う。この事故により、再度セーフティーカーが出動する。 このセーフティカーは34周目までコースを走り、35周目よりレースが再開された。46周目、トップを改装していたベッテルがエンジンブローしてリタイア。さらに47周目にスーティルが小林の左サイドから接触する。小林のマシンは走行に対した影響が見られなかったものの、スーティルのマシンは接触によりタイ走りタイア。この接触は スーティル側のマシンにブレーキトラブルがあった状態で走行していることが後に発覚し1万ドルの罰金が課せられた。2位を確保したルイス・ハミルトン51周目当日韓国で発表されていた日没時刻である17時50分を迎える。周囲は非常に暗くドライバーたちの数名はあたりがあまりにも暗く非常に走りにくい状況であったことを後に述べている。 結局、日没時刻を若干超えたものの、現地時間18時前に無事予定周回数である55周を満了しレース終了。トップはタイヤ交換時のアクシデントを乗り越えたフェルナンド・アロンソが入り、自滅したレッドブル勢を出し抜きチャンピオンシップ戦線の首位に浮上。2位にはマシンの安定性に苦慮していたルイス・ハミルトンが入り、なんとか、 チャンピオンシップ戦線に残る結果となった。ありがとうございます。